7. 双子古墳群は、大分県木月市大技本城あの字、字の儀は及び字七双子、大技溝や座の名にかけての丘陵一帯に存在する古墳群で、現在10基ほどが確認されている。その中でも、7. 双子古墳は保存状態が良好であるものの、残りの古墳は後輩が著しく、自然地形との区別が難しくなってきている。すぐそばにある 双子池には、オロチの伝説が残っており、かつては信仰の場でもあった。大分県指定史跡。木つ市内には、大分県内の五分の一にも及ぶ、大量の古墳が残っているが、七、双子古墳群は、非常に高い密度で古墳が集中していることから、歴史的価値が高く、これまでに数回発掘調査がなされてきた。七、双子古墳周辺は、旧八坂村。 北吉木月村、吉木月町の定立する中原,原と呼ばれる丘陵地帯で、かつては人家が全くなく、七、双子池の周囲は自動車の入れない手物道ばかりであった。ところが、昭和20年代より、愛媛県や広島県により、みかん農家の入植が進み、昭和30年代には、大和南三木月、馬場を、本城、溝井、鴨川にまたがる開拓集落が行政区、 中の原として分立するに至った。当時の時代背景もあり、すでに荒れるに任されていた7双子古墳が顧みられることはなく、また、自然地形との区別が混乱であったため、未開園や道路の造成、水路の整備等に伴い多くの墳糾が破壊されるに及んだ。昭和30年代以降も、当該地域の開拓は進んだが、それまでやぶに埋もれていた7 双子粉子軍が注目されるようになった。教育委員会による調査が入り、紛糾の残っている区画の払い下げは中止となったため残りの紛糾の破損は免れた。中野原の開拓と未完炎造成により一部損壊したことは惜しまれるが、しかし、ある意味で、この史跡が注目されるきっかけをもたらしたことは、否定できず、もし当該地域が、 全く開拓されず原野のままであったならば、発掘調査も大幅に遅れていたと思われる。昭和36年には大規模な発掘調査が行われ、数多くのマガタマなどが出土している。ただし、それ以前にも、墳糾周辺では、マガタマや土器のかけら等が見られたが、それらは子供の遊び道具になったり、無残なことに池に打ち捨てられることも多かったという。7 双子池のすぐそばにある七、双子古墳は古墳時代後期の横穴式石室墳である。七、双子古墳群の中でも保存状態が良好で、平成17年頃までは石室に入ることができたが、台風の影響で石室入り口が破損し、侵入は困難になっている。この古墳だけは早くから注目されており、最初の発掘は明治初年である。七、 双子古墳以外の古墳は、後輩が著しく、後年の未完炎開発や林道、水路の造成、墓地開発、自動車専用道路の開通などにより、地形の改変が著しく、跡形もなくなってしまったものが多い。消滅の位置図をたどっている。また、以前は簡単な案内版もあったのだが今ではそれも、なく、自然林は、荒れるに任され、分かりにくくなっている。 学術的な研究のみならず、小学校の調べ学習などにも最適な場所であるにも、かかわらず全く活用されていない。いわば野放しの状態で、アレルに任されている。ありがとうございます。